お世話になっております。まさか不正をしているなんて。どうしましょうか。見過ごすわけにもいきませんし。上に報告するのは面倒ですし、ここは軽く注意する程度で。一応忠告はしました。これで懲りてくれるといいのですが。はい。お気をつけてください。わかりました。嬉しいです。よかったですね。ハマってるんです。素敵ですね。本当ですか？ごめんなさい。奇遇ですね。
どうでしょうか。わかりました。私の話を聞いてくれますか。頑張ってください。話したいことがあるんです。なるほど。話したいことがあるんです。ご存知ですか。話したいことがあるんです。私の話を聞いてくれますか。話したいことがあるんです。話したいことがあるんです。私の話を聞いてくれますか。話したいことがあるんです。では私はこの辺りで失礼させていただきます。話題選びに失敗したみたいですね。次はもっと楽しんでいただけるように頑張らないと。Thank you.
変ありがたいお誘いなのですが、予定がありまして、またの機会があればぜひ。勝負しませんか？聞いてもいいですか？何でしょう。あの、こういったことはやめてください。 いえ、もうしないでいただければそれでいいです。いいですか？はい、何でしょう。あどうです、びっくりしましたか？まあ、驚きましたよ。やりました、ドッキリ大成功です。まったく、次は驚きませんよ。わかります。好きなんです。奇遇ですね。しんどいです。わかります。待ってるんです。素敵ですね。どうでしょうか、
申し訳ないです。どうでしょうか。申し訳ないです。
持ちいいです。Thank you.
みません。ご存知ですか？よくないですよ。聞いてもいいですか？聞いてもいいですか？わかります。わかります。それは知りませんでした。どうでしょうか？私の話を聞いてくれますか？話したいことがあるんです。話したいことがあるんです。私の話を聞いてくれますか？話したいことがあるんです。おっしゃっていただけて、
ても素敵なお誘いですね。ぜひご一緒させてください。いいのですか？なんだか悪いですね。いい方ですね。ありがたいです。わかります。尊敬します。気持ちいいです。
尊敬します。聞いてもいいですか？デートに誘いましょう。でも、どこに行くのがいいでしょうか？一緒に美味しいご飯を食べに行きませんか？もちろん、あなたの都合が良ければですが。どうでしょうか？私の話を聞いてくれますか？話したいことがあるんです。私の話を聞いてくれますか？私の話を聞いてくれますか？私の話を聞いてくれますか？私、あなたのことが好きです。どうか付き合っていただけないでしょうか？では、これからは恋人としてよろしくお願いしても？